こんにちは。またレコードを買ったので、買ったレコードを紹介したいと思います。まずはこちらです。これ。ブラーのパークライフです。いいですね。この犬の表情がいいですな。すごい目がいっちゃってますね。こっちも必死さがあっていいですね。前誰かが CD の時代にできた音楽をレコードで聴くのも不思議なことだよねって誰かが言ってて、確かにって思いますね。正直言って音の良し悪しはあんまりはっきり感じたことなくって、スピーカーによるのかなとも思ったりするんですけど、レコードの良さって何なんですかね。やっぱりこういう風に大きいものとして、なんか音楽をものとして自分のそばに置けるっていうのもレコードのいいところなのかなと思います。じゃあ質問です。皆さんが思うレコードの良さを教えてください。コメント欄に書いてください。お願いします。誰か書いてくれる人がいると嬉しいです。次はこれです。ヴァンパイアウィークエンドの一番新しいアルバム、これはすごい多幸感っていうかハピネスな感じがすごいんですよね。なんでこれが出たばっかりの頃は仕事が休みの日、なおかつ晴れてる、天気が晴れてる日の朝に聞くっていう風に決めてました。日曜日の朝とかに聞くのがすごくいいと思います。次はこちらです。モーターンのコンピレーションアルバムなんですけど、これはクリスマスアルバムの題名は「ア・モータウン・クリスマス」っていうアルバムです。スティービー・ワンダーとかジャクソン・ファイブとかダイアナ・ロスだったり、モータウンの有名なクリスマスの曲がいっぱい入ってます。ジャケットも結構いいなって思って、絵本みたいになってるんですよね。ここ開くとここ窓になってて、わあ素晴らしい、いいですね。こういうの好きです。いいね。で最後こちらです。ジャクソン5のクリスマスアルバムやっと見つけました。なんか12月になったからなのか、どこのレコード屋さんもクリスマスコーナーみたいなのがあって、そこで見つけました。ちょっと今年のクリスマスは友達とクリスマスパーティーをしようっていう話になってるので、このクリスマスアルバムとモータウンクリスマスを一緒に聴きたいと思います。音楽はそんな興味ない子なんですけど、でもきっとそんなに音楽好きじゃなくてもいいなって思える曲ばっかりなんで、多分ぜひ聴いてほしいなと思います。良さを感じてくれれば嬉しいなと思います。ちなみにこのブラーのパークライフのレコード初めて見たんですけど、結構見ますか？全然見ないですよね。タワーレコードでこれ買ったんですけど、
タワレコって割と最近の曲が多くていいなって思いますね。ブラーのレコード初めて見ました。タワレコ結構品揃えが変わってて、ゴリラズとかあってめっちゃ買うの悩みました。ブラー買うんだからゴリラズも買おうかなと思ったんですけど、でもお金使いすぎちゃうのも良くないと思ったんで買わなかったです。またレコード買ったら紹介します。一個一個のレコードの感想とかはインスタグラムにあげようかなと思ってます。あんまり口で喋っても伝わらないっていうか、なんだろうな、口で喋るの難しいんで、じゃあよかったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントなんですけど、よかったらレコード、あなたが思うレコードの良さを教えてください。誰か一人でもいいのでコメントしてくださると嬉しいです。ではまた次回の動画で、さようなら。